思い返すこと3年前に始まった2時3時の9時10時生放送中にドスベリした後、帰りのタクシーの中で本気で落ち込んでいたことをここに謝罪させていただきます。大変申し訳ございませんでした。本当にすいません。返す言葉もございません。あの時のギャラ全部返せ。そんな私も滑った2時3時の9時10時復活スペシャルスタートです。マネさんに昼食を買ってもらう際に少し多めに頼んで翌日の朝ごはんにしてしまい大変申し訳ございませんでした。もう何やってるんだ。いい SDGs じゃないか。違うぞ。いやしいぞ。パンをたくさん買ってもらってました。米も食え。去年1年は野菜をたくさん食べる年にしようと思って過ごしていましたが、大掃除、冷蔵庫を掃除したらドレッシングが20リットルぐらい出てきました。誠に申し訳ありませんでした。大綺麗。2021年の剣持東也の配信75回のうち63回遅刻してすいませんでした。加減にしろ、色味しろ。まず銃刀法違反だぞ。超対策 RPG の超大型アップデートがあったため今回のロケをお断りしました。申し訳ございませんでした。おかしいだろ。一人で住職いるとこ行ってこい。黙食しろ、黙食。この度は私モノノベアリスに謝罪の場を設けさせていただきまして、また貴重なお時間をいただきましたが、謝罪することが何もないことを申し訳なく思っております。誠に申し訳ありませんでした。全身グッチを着ているのに今日の昼飯代1000円出せってマネージャーさんをゆすって申し訳ございませんでした。買ってやれマネージャーにも。お腹すきました。夜ご飯も出してください。ゆうぞうに帰ろう。